できた、クレーンゲーム動画配信、毎日ゆっくりクレゲ実況。今日は遊戯場、併設のゲーセンで遊戯王のフィギュアを狙います。根強い人気のあるレッドアイズブラックドラゴンのフィギュアか。私も好きだからぜひ取りたいわね。最後の1個に間に合ってよかったな。ここのゲーセンはアームパワーが強くて取りやすいから、人気の景品は入れ替わりも早いのよね。橋渡し設定は PC もできるくらいのアームパワーだもんな。そうなのよね。だから運試しで DC をして、その後の形が良かったら、プレイ続行っていうムーブができるのよ。持ち上げるパワーがあるのに、お金をかけて、ちまちまずらすのは違う気がするもんな。今回は、運よく縦はめできる形になったから、最高だわ。あとは橋幅の狭さをどうやって、攻略するかだな。アームパワーが強い分、橋幅が狭くされてるのと、滑り止めの力が強いのが、このゲーセンの特徴だもんね。こうなると、どこを持ち上げるか悩むわ。片爪をバーと箱の間に入れるといいと思うぞ。箱を立てながら爪を抜いてゲット。